2日間にわたって海の平野くんのパフォーマンスを鑑賞することができ、その機会に感謝しています。紫テルファン必見。まさかの連続当選の秘密とは、翔君が芸能界に戻ってきてくれて本当に嬉しいです。私を含め、多くのファンが彼らの魅力的なパフォーマンス、美しい歌声、眩しいダンス、そして笑顔を Amazon プライムビデオで楽しむことができたことは、本当に心温まるものでした。 この素晴らしい瞬間は、トベの仲間たちと滝沢社長の尽力のおかげです。翔くんは第二の人生の始まりです。きっと、まだ見たことのない素晴らしい景色がそこにはあるはずです。彼の将来がとても楽しみです。私たちは彼の一歩一歩、新たな挑戦、輝かしい成果を期待しています。トベの成功は日本のエンターテインメント産業の発展の先駆けでもあった。 滝沢社長の情熱とビジョンが業界全体を活性化し、新たな人材を育成するプラットフォームを構築します。彼の率直な熱意は、次世代のエンターテイナーにとって大きな励みとなるだろう。東京ドーム公演、トゥーヒーローズ、ら飛べファーストスーパーライブが終わっても、私たちの興奮は少しも冷めていません。実際に生放送をしていたのですが、あの熱狂的な雰囲気を共有できて本当に嬉しかったです。 この取り組みは革新的であり、海外でも前向きな反応を見そうだ。このイベントが、世界を魅了する日本のエンターテインメント産業の新たな可能性を示すものであることを誇りに思います。ドームの内外で繰り広げられる数々のシーンは、キングプリンス時代のファンにとって感動の瞬間だ。その美しい環境の中で、彼らの高い姿と精神力に触れ、一緒に戦いたいという思いが強くなりました。将軍の 死なないでという言葉は生きる勇気と希望に満ちていました。皆様の真摯なメッセージに感動し、またお会いできることを心より楽しみにしております。彼の人気が絶大であることは間違いありませんが、今こそみんなで力を合わせて新たな挑戦をする時ではないでしょうか。さらに、この期間は設立されたばかりであるため、直面する課題は膨大台である可能性があります。 ファンからも協力を求める声が多く、一緒に挑戦することに賛同する人も多い。確かに継続的に演奏を続けることはコストや労力の面で大変だが、彼らが新たな可能性を追求し、さらなる飛躍を遂げるためには必要なステップであることは間違いない。東京ドームで勝った私もその熱気の雰囲気に圧倒されました。私はナンバー、愛のファンですが、 他のアーティストの素晴らしいパフォーマンスを間近で見る時の興奮は言葉では言い表せません。17日の公演はアマプラで家族と一緒に見て、あの会場では見られなかった美しい景色を満喫できたことが本当に幸せな思い出です。彼らのパフォーマンスは素晴らしく、その強さに魅了されました。私は彼らの魅力に夢中になりました。そしてその余韻は今でも心に残っています。もう一つの驚きは、 親子揃って連日優勝というマジックだった。二日間に平野紫陽さんのライブを生で見ることができて本当に感謝しています。ライブ前半のビデオを友達と共有したことは私の一番の思い出の一つです。親子も復興ソングを購入し今後の活躍を願っている。飛べの未来はとても明るいです。彼らの才能と情熱がエンターテインメントの新たな時代を切り開きます。